町から空港の移動って面倒くさいですよね。ただいま、天神天神天神。でも福岡は大丈夫。空港線は JR とリンクした鉄道システム。地下鉄を使った分かりやすくて楽しい観光。地下鉄5駅でこんなに変わるものなんです。おはようございます。本日は2019年9月の2日、ここは福岡県福岡市中央区天神です。昨日ですね、東京まで一旦戻ってきました。一日お休みにしておりまして、福岡空港30発の日本航空に乗って東京に着き、その、まあ、動画は多分多くの方がご覧になったと思うんですが、それを出した後、東京出たのが、今日の朝の6時の朝一番の便でもう一度福岡に戻ってきました。そんなね、今日旅行を普通に朝から福岡で継続するのに、普通に朝から出発して、この朝のまだ9時の時間に、くだらない動画撮ってて、この時間だったんで、もっとは30分ぐらい早く始めることもできました。旅を再開できるのは、やはり福岡市営地下鉄空港線が、福岡空港まで非常に便利に連絡をしてくれているおかげです。この天神、中洲、川端、博多、いずれも福岡空港までの利便がとてもよろしく、今回天神から旅を再開できるのも、つまりこの立地あってのこと、すなわち天神だからできたこと、本日もよろしくお願いいたします。ではまず本日の行程をご案内いたします。この福岡からまず佐賀方面、佐賀の海側、唐津を目指します。かつては博多から筑肥線という国鉄の路線がありましたが、現在は地下化されており、この福岡市営地下鉄空港線がそのまま JR に近づくという、なかなか珍しい形態です。近づくというか直通します。筑肥線で唐津に着いた後はさらにバスで奥まったところへ乗り換え、呼子、ここでは名物のイカを食べる予定です。さらにその後は戻ってきて唐津線にて佐賀、最終的には長崎方面、本日は佐世保線に乗るかと思っておりますが、詳しいところは未定につき、現時点で口頭でのご案内はできません。地図では示せているでしょうか。筑前前原駅に到着です。乗っていた列車は快速ですから、あれに乗っていけばすぐ着くのですが、しかし急ぐ必要もないということで、この駅でちょっと降り、より遅い普通列車に乗り換えます。この JR 九州筑肥線では103系という古い電車が走っていて、前から乗ってみたいと思っていたんですが、実は日本を余すところなくとまでは言わないけれど、かなり乗ってきた私でも乗ったことのない電車なのです。地下鉄と JR の直通が始まるときに作られた電車、どちらかといえば古い方ですが、この車両が作られた1980年代、すでにこの車両は旧世代の形式として知られていました。だけど、ここから先は田舎なんで、旧世代形式の電車走らせても、そんなに性能面において、問題はないし、省エネ性能も求めないのでこれでいいやということで作ったというわけで、鉄道マニアからは人気がある車両です。昨日の動画も結構見てもらえてるのありがたいことです。6万3000再生ですから、8300円が今日の予算。これだったらイカも遠慮なく食べられます。おお、驚いた。こんなに景色のいいところだったんですか。玄界灘、向こうにいろんな島が霞んでいます。あれが何なのか私は知識がなさすぎて分かりませんが、動画綺麗だ。これ福岡空港から電車が直通できているところ、こんな景色なんですよ。すごいね。唐津藩の立派なお城、唐津城が見えるこの東唐津駅の目の前にはお城もそうですが、立派な松原があります。その松原は日本三大松原の中の一つ、虹の松原と呼ばれており、今からそれを見に行こうと思ったんですが、
線路はずっと虹の松原方向から続いてきていたのですが、しかし虹の松原というのはもともと風よけのために作られたものなので、中側までしっかりと松で詰まっていて、松の中に入っていくことができません。ただお隣の虹の松原駅からはちょうど入り込むための横道が用意されているようです。この辺りの地図はこのようになっておりまして、虹の松原の内側にはこの横側の道と、それからその内側に向かうのが虹の松原駅前周辺に何本かある、こういった道だけでして、かなり本当に横長の、まあ、壁みたいなものだということがよくわかります。実は今日本当は福岡でも別の松原で、鎌倉時代の元寇の時それに対策をして作った壁があったんですけども、結構効果発揮したらしいんですが、それも行くつもりだったんですが忘れてここまで来てしまいました。もったいない。もともとは唐津藩が暴風のために植えたこの松原、当時はこの松を伐採したものは資材になったようです。相当厳しい保護がなされておりましたが、現在も国有林ということで引き続きその役割は変わらず、保護もまたずっと続いています。またこのように松が植わっているところに関しては、そう気安くは入れてはもらえないようです。多分入れるところもあると思いますが、大体の場所にはこのような柵がしてあります。駅から200メートルほど歩きまして、今三保の松原の縦の真ん中に来ました。横はね、なんか5、6キロ持ったのかな、多分7キロとかそんぐらいあると思いますんで、相当広い翼を広げたような形なんですが、これだけ歩いてきてやっと真ん中、向こうの方にも延々と松が続いているのが見えます。ここを車などで走ったらなかなかすごい光景になるんではないでしょうか。さて、まもなく到着する唐津は佐賀県の町ですが、しかし福岡県との結びつけが強いです。もともと海上交通の要衝として発達した町、ここもまた商業の町として栄えました。駅も立派だ。こんなに立派なところとは知らなんだ。安心して使えるファミリーマートもあります。広大な唐津城の敷地の中に現在の唐津市役所があります。随分古びた建物のようですが、むしろ新しい建物が並んでいるより威厳があります。いや、しかし唐津というのは思ったより都会だった。正直言ってですね、佐賀県の海側なんて何があるのかもよく私も分かんなくて、全く来たこともなかったんですが、こんなにすごかったとはね、もっと早く来ておくべきだったよ。この大手口バスターミナルの中のカフェにももう人がたくさん入っててですね、かなり賑わっているようです。さすがやっぱり交易の港として栄えた町は違うんですね。さて、今回向かっているのは呼部港というところです。唐津市街から30分、ここも唐津市内なのですが、もともとは呼部湖町という自治体で合併によって唐津市となりました。日ですから終わっていますが、日本三大朝市のうち一つが呼部港朝市、ここで開催されています。またこの近くには豊臣秀吉が朝鮮出兵の際に基地とした名古屋城があります。名古屋のあのお城とは違いますけどね、こちらもまた有名な場所です。しかし呼部湖で一番有名なものといえばやはりこちら。これのために毎年90万人がやってくるそうです。イカ踊る町、踊るイカ、まあ、なかなか悲惨な踊り方をするわけですけれども、死の舞とでも言いましょうか、ともかく私たちにはとても美味しい踊りです。お店の中はこんな感じ。早速イケスが用意されています。呼部湖のイカの新鮮さは漁師さんが市場を介さず直接お店に仕入れるという形を取ることによって成り立っています。みんな元気です。弱っているイカは一匹もいません。これがこのように変わり果てた姿となって供給されます。まあ、でもね、見るとわかるんですけど、結構透明で新鮮ですよ。こんな新鮮なイカなかなか食べることができないそうです。これをうわぁ、すごい嫌がってるように見えますけどね、一応死んでるということなんですが、ハサミであのように切ってもらって、こうやって踊り食いをしてくださいねと言われます。このような生きたまんま食べるような食べ方を踊り食いというわけですが、このイカに関しては一般的に死んでいると説明されるようです。吸盤がお皿に貼り付いています。九州のお醤油、すごいですよねこれ。動いてる状態のもの、なんかこう逃げて、あ、これ取れちゃいました。もう一回捕まえて今度は大丈夫そう。
イカはこのように切られてしまいました。それを見ながら口に入れて、味はとても美味しい。しかし吸盤が舌に張り付いてきて、なんとも不思議な感覚です。ご飯にも合います。これこのように自分で勝手にですね、ほっといても動くんですよね。で、こうやって刺激を与えるとピシピシピシって言って動くし、刺激を与えなくても自分で勝手にこのように動くことがあります。このイカについては一応死んでいるということなんですが、筋肉が死んだ後の反射で動きますので、人間などもね、臓器の一部が、死んだ後に栄養さえあればしばらく動き続けるというのが結構あります。まあ、実際死んだ後でも臓器移植できる期間があるわけですから、まあ、それは確かにね、人間が心臓死したからといって即座に全ての器官が使えなくなるわけじゃないのと同じように、このイカだって死んだ後でも腕が動かせたりするのがそんなに不思議ではないとは思います。ものすごい動き方ですけどね。この触手、触手じゃないか、腕に関してはトカゲの尻尾みたいな感じで、切れた後も敵をなんか惑わす効果があるから、そのために動いているのだとか言われることもあります。しかしイカの本当の心臓部分はこの目の周辺でして、ここに必要な臓器が全て格納されていると、まあ言ってもいいと思います。そこだけあれば生きていられるってわけじゃないですが、しかしイカはそこら辺に内臓が全部詰まっている新しいというか変わった作りの動物なんですね。だからね、なんかまだこれ生きてるんじゃないかなっていうような気もしてるんですけどね。まあ本当のところは多分まだ解明されてないんじゃないのかなと思うんですが、呼吸をしているようにね、目の周りとかこう筋肉もピクピク動いていますし、一応死んでいるということにはなってますんで、実際この腕もだんだん最初の頃のようなね、ビクビクビクっていう動きが見せなくなってくる。ゆっくり食べているとだんだん最初の頃よりも動きが鈍くなってきて、お醤油についてももうそれほどは動かなくなるのですが、さて他のセットを紹介しますと、これはカボスジュース、これはサービスでついてきた、お刺身のユッケ、これはね美味しかったですね。イカのシューマイです。上の部分を見ますと、このようにプツ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 となんか穴が開いていてね、これもまた何か呼吸か何か分かりませんが、生命の反応を感じるような動きです。このイカの生き作りを見てかわいそうだなと私も思わなくはありませんでしたし、皆さんも多く思われる方もいたんじゃないかと思います。ネットにもそういう意見いっぱい書いてありました。まあでもね、動物を食べるっていうのはまあこういうことなんだろうなと思いますし、このイカがもし自分の足がちぎられ、自分の身が口に入り、それがカメラで映されているのを見たらかなり嫌な気分だったでしょうけど、でも、まあ、その後ね、天ぷらにもしてもらって、今度は気兼ねなく安心してと言いますか、悪気を感じず食べられるようにもなったんですが、でも、このイカのことを私も覚えておいて、今度また自分が何か困っているイカや他の動物を見つけた時に、自分がそいつを食べる必要がないのであれば、まあ、優しくしてあげると、それぐらいしかできることはないのかなと思います。ベジタリアンっていうのもねありますけど、まあ私は野菜だったら嫌がらないのかっていうのはちょっとよくわかんないですからね。イカ釣り漁船が一つまた帰ってきました。でもやっぱり率直な感想を言ってしまえば、さっきのイカも美味しかったですけど、その後食べ終わったらね、もう一回イカを持ってって天ぷらにして作り替えて持ってきてくれるんですが、天ぷらの方が罪悪感なく、あ、まだまだ美味しいなと何も感じずに食べられますよね。都合のいい性格をしているなとつくづく思います。いや、素晴らしく良かったですけど、お腹がいっぱいになると満足するもんでね、もうなんか呼子の街も結構街並みもいいんですけど、いや次のタクに行っちゃおうと思いますんで、バスの時刻を見ましたらちょうどもうすぐ出るそうです。走れば間に合うかもしれない。30分に1本あるからそこまで慌てるほどでもないんですが、